自由というのはこれ、まあ、いつもながらこのビートルで喋ってることは僕の考えやからね、正解じゃないからね。自由というのは選ぶということだと僕は思ってるわけ。自由というのは選ぶこと、選べるということは自由です。だからするのも選べるし、やめるのも選べるし、だから選ぶということ。だから不自由っていうのは選べないっていうことなんですよね。不自由っていうのは言い換えると選べない。ところが日本の国では選べないということは、だからお金に自由っていうのは安いもんも高いもんも選べるという自由なわけよね。だからもしかしたらお金が欲しい人っていうのはお金が欲しいんだけじゃ、欲しいんじゃなくて選べる自由が欲しい。だから今財布の中にこれだから本当はここにある50万の服を買いたいけれども、イオンの2000でいいかみたいな、選べるのに高いものを選ばない、選ばないで高いものが選べないと言いながら選ばないで安いものだけを選んでるという、これが貧乏を選んでるということなんですよね。だから選ぶということは自分はお金持ちも選べるし貧乏も選べる。いやそれは無理ですよってよく言われるんですけど、僕もねお金持ち選べないと思ってたからね。だから全ての出来事が、自分がやってることが選べないんだと思ってることは全部選んでないんだという自分の意思なんだというところに自分を一回早く持ってこないことには、自分の人生っていうのはできない、できない、させてもらえないという人生になってしまうわけですよ。例えばビートレに来る、夫が反対するから行けない、行かないわけよ。毎月のビートレ代が払えない、これも払わないわけよ。払わないのはなぜかというと、他のものに使うからこっちが払えない、つまりこっちに使うからこっちは払わないという選択になって来ないということになってくるわけよね。だから選べない、選べばない、ここにはここをこのベバね、これを作るのが罪悪感であったり、あそこにある劣等感であったり、劣等感とか無力感とかね、でもう一つ優しさだったりする。こういうので私は選べない、選ばないって言って、その自由を楽しめばいいのに、それを私は不自由ですと言ったところから問題が始まるわけよね。だから不自由な人っていうのは不自由を選んだ人なわけですよ。まあやりたいことをやろうとか、やりたくないことはやめようとか、言いたいことはちゃんと人に言おうとか、まあいろんなことをね僕もいつも言ってるんですけど、でそれを言うと、いやそういうわけにいかないですと、まあ多くの人は抵抗するよね。まあ僕でもそのやりたくてもやりてないことまだいっぱいあるから、だから抵抗するということはまだ僕らはずっと生きるつもりでおるということなのね。で今日皆さんが帰るときに、そこの有楽町の横断歩道を渡るときにバーン跳ねられて死ぬかもしれない、
って分かってたらするよね。だから自分が我慢してることにまずは気づく必要があって、で自分が多分ね、自分が我慢してることに気づいてない人の方がきっと多くて、僕もそうやったからね。だから自分が我慢してるということに気づいてない人がいっぱいいて、で自分がそれは小さなことかもしれないし、もしかしたらものすごく大きなことかもしれない。だから自分が後者であることを我慢して一生懸命前者を生きてる人がいたとしたら、もう自分が後者だということに気づいてないし、だから私は真っ白になりませんとあわあわするだけですみたいなことを言うわけです。私は目の前が真っ白になることはあるんですけど、頭の中は真っ白にならないので後者ではないと思いますとか言われたら、ほう、でそのやりたいことをやらない、やるということを選べないのはやっぱりここに書いたこれが邪魔をするわけよね。でここにはこれが最終的に全部どういうことに変わるかというと、嫌われるのが怖いというところに結局来るわけよ。嫌われる、見捨てられる、相手にしてもらえない、愛してもらえないというところに来るから、それが怖くてずっと選べない、選ばないというところにずっととどまって、こっちの方がまだマシだから、そんな冒険するよりもこっちの方がマシだからってずっと、いるわけだね。前者後者の歌なんです、これ実は。私早く大人になりたかった、私子供のままじゃダメだと思ってた、私自慢の子供になりたかった、私できない私が嫌だった。私ずっと大人になれなくて、ずっと何かが足りないと思ってた、私幼稚でバカな自分が嫌だった、できる大人に憧れて、自分が何をやりたいのかわからないまま大人になって、親のメンツ立てながら言われるままに生きてきた。あなたが生まれてくれて私と出会ってくれた、お祝いさせておめでとう、大切なあなたへを超。自由はさっき言ったようにあなたのないわの中にある、そして自由はいつでもあなたのそばにある。苦手なこと避けてきたこと飛び込んでみよう、そこに答えがあるから、直感の声を心の声を損か得かで変えないで。
ずかしいこと、笑われそうなこと、本当はやってみたいこと。この自由を勇気を出してやると、新しいことに気づきます。自分の素晴らしさという新しいことに気づきます。心が風になる、すべてを任せて、すべてを受け止めて、心が風になる、すべて悲しみも、すべての苦しみも、